はいどうも、竹雄です。ご無沙汰しております。えー、っとですね、今日は、えー、車のスキンですね。スキン、えー、っと、表面のボディのカラーリングというか、絵、絵を貼る方法っていうのですね。えー、聞かれたんですけど、そういえば作ったことないなと思ったので、ちょっと、作り方を 録画してみようかなと思って始めてみます。はい。で、えっ、ー、と、いろんな作り方があって、えっ、ー、と、動画もあ検索したらあったので、えっ、ー、と、わかりにくいなという方は、そちらそういうようなものも見ていただいてもいいかなと思いますが、これは、えっ、ー、と、私の作り方ということでご紹介します。えっ、ー、と、まず前提として、えっ、ー、と、無料で編集をしたいので、 私の場合はこの paint.net っていうアプリケーションをインストールして使っています。はい。まあ、これが前提ですね。で、えっと、作るのにいくつか条件があるんですけれども、まず基本的な考え方が必要です。えっと、まずこの車のですね、表面に絵を貼りたいっていう時の貼れるか貼れないかという問題が一つあります。 UV マッピングがされているかされてないかっていうような言い方もされるんですけど、確認する方法は、例えばですね、まあこれコンテンツマネージャーですが、から、えー、っと、ショールームを、ごめんなさい、これカスタムショールームを開いて表示されますよね。で、このボディの部分をクリックすると、このメニューのとこにですね、小さいか、えー、っとですね、ちょっと待ってね。 ここに txdefuse この場合と body.dds で、点点点っていうここに点が3つ縦に並んでるのがあります。ここをクリックしてください。そうするとこの画面が真ん中に出るんですけど、ここにマッピング表示っていうのがあります。これのこのまま押してもいいんですけど、例えば 1200、1024か2048のどっちかぐらいをちょっと選んでいただくと、こういうふうに、車の、えー、ボディのですよね、パーツの部分、えー、テクスチャーっていうんですけどが、これどういうふうに割り当てられてるかっていうのをこう、決めてあります。ここが天井で、これ右側、これ左側、これ前、これ後ろですね、トランクの方。でなって、こうやってきちんと正しくマッピングされているもの。これは、えっ、ー、と、 絵を自分でカスタムでスキン作って、えー、車に貼り付けることができます。で一方、ちょっと、まあ、一つの例としてですね、隣、ラクティスこ同じようにカスタムショールームで見ます。ここをします。で、ボディの、これ見るんですけど、同じくマッピング表示をするとですね、こういうふうにぐちゃぐちゃになっているのがわかるかと思います。こういうのは、 えっと UV マッピングがされていないカモッドなのでこういう車の場合は、えー、カスタムスキンを作るということはできませんなのでまあこれ一つの見極め方として、えー、見ていただければと思いますでさこの間ねこの C エンターは、えー、UV マッピングしたのでえっ、ー、とボディのカラー、えー、スキンですねを自由に作ることができますはいここまでが一つのポイントです で続いてなんですけど、えー、カスタムスキンを作るときですね。これ今、このフォルダーは、えー、とシエンタのカーモッドのフォルダーに入っていて、黄色と白と、えー、シルバー、レッド、ブラックのですね、5色が入っています。でここで仮に、どうしようかな。じゃ、シルバーの、えー、ところに、えー、何でもいいです。竹用にしようかな。 新しいカスタムを作ろうとしましょうか。はい。で、さっき、えっと、カスタムス、じゃカスタムショールームで見たときに、このボディのところを押すと、使っているテクスチャーがボディ .dds っていうファイルになっている。これがわかります。えっと、これですね。ボディ .dds となっていて、えっと、車の KN5 のモデルの中に、本来この、 ボディ DDS っていうこの画像ファイルも一緒に格納されていて、それが参照されて、ここにこのように表示されています。が、えっと、スキンフォルダーの中に同じファイル名で別のファイル、ファイル,ァァイル名が同じですね。同じディドット d d s っていう、これ白じゃなくてグレーだと思うんですけど、こういうのを置くと、色を変えたときにですね、シルバーってやると、これが色が変わる。この このスキンフォルダに置かれている DDS ファイルに差し替わって表示されるということになります。つまり、えー、とカスタムスキンを作る時は、えー、ときは、このようにですね、新しいスキンのフォルダを作って、このボディの画像を、えー、ここに貼り付けるので、えーと、これをコピーして持ってくるということが必要になります。はい。で、さらにもう一つポイントがありまして、 ちなみにこのコピーしたえーとシルバーのに使っているボディ DDS の、これですね、これ今 paint.net が開いていますけども、この画像のファイズって 128×128 ドットの非常に小さな画像ファイルになっています。です。で、この中にさっきのこのスキンですね、マッピング化されているんですけれども、えーと、実は画像の大きさに、この解像度の関係なくさっきのマッピングが適用される。 ですね。えっ、ー、と、ドットではなくて、パーセンテージで割り当てられるので、この画像が 128×128 でも、4096×4096 40の大きな画像でも、えっ、ー、と、同じ比率で、えっ、ー、と、車にはマッピングされるのです、ということになります。まあ、何がいいかというと、大きな画像で作って貼るほど、えっ、ー、と、解像度のきれいな絵が表示されるということですね。 128×128 128よりも 4096×4096 40の画像の方が細かい絵とか文字とか書いたときにここにきれいに解像度が高い状態で表示ができるということがメリットになります。その反面、その画像ファイルかなり大きくなりますので大きな画像ファイルを一緒にゲームで読み込んで動かさなきゃいけなくなるのでゲーム負荷が少し高くなるというデメリットがあります。ここではちょっと わかりやすくするためにですね、画像のサイズをじゃあ2000、ちょっと大きくしてしまいますね。まずそもそものベースのサイズを、えー、画像サイズを変更ですね。えっ、ー、と、2048ぐらいにしてみましょうか。縦横2048ピクセルに拡大します。はい。でっかくなりました。でこれまずベースですね。一回保存します。コントロール S。これちょっと置いときます。で、 ここからがカスタムスキンの作り方なんですけども、と、さっきのですね、あ、これ違う。このボディを選択して、で、マッピング表示。で、えっ、ー、と、さっき2048の四角にしたので、2048×2048 20を選びます。はい。そうすると、ここにマッピングされます。で、この右下に保存マークがあるので、これを押します。で、えぇ、ー、シエンタのですね、今、 銀のののっっていいいうのを作ったのでででここに何でもいいんですけどマッピングとか言って png ファイルで保存します。はい。で、×で消して、閉じる。閉じます。そうすると、ここに緑色の絵が出ているのがわかるかと思います。これですね。新しくできました。で、これを、このですね、今さっき作ったこれ、でっかくしたボディファイルのところに、 ポイッと上から入れます。レイヤー追加ですね。で、やると同じ 2048×2048 20のサイズなので、こういう風になります。で、えっ、ー、と、paint.net はレイヤーの概念がありますので、もともとベースの背景と、今、今足したレイヤー、これですね。緑色の部分。これが別々になって表示されてきます。これで、えっ、ー、と、下地は出来上がりです。そしたらですね、えー、次に、 画像を貼ったりとか、色を塗ったりとかしていきたいと思います。どうしようか。えー。背景色を変えてもいいんですが、グラデーションとか分かりやすくするためにやってみましょうか。何がいいですかねえー。特にこれっていう色はないんです。ピンクにしましょう。こっちをピンクにして、ちょっと分かりやすくするためにですね。こういう、 グラデーションをたかりに作ります。これが背景色になります。で、この青い線で書いてある部分がそれぞれ車のマップされる場所になるので、例えば、えー、全体的な色はこう。で、間にですね、あ、これ、勝手に作っちゃいましたけど、こう、この、この間に、プラス、わかりにくいですね。このプラスっていうのを押すと、新しいレイヤーが出来上がります。で、このレイヤーは、 緑の線と背景のこのグラデーションの間に挟まっている状態になってますと。で、ここに入れたい画像。まあ、さっきちょっと用意したんですけど、例えば私の、これを開きます。ですね。<laughs> いつもの私の絵。これを、じゃあ車の側面に貼ってみようっていうとですね。この真ん中のレイヤーさんのところに、あ、ごめんなさい。これ今全体選択してコピーしてます。えー コントロール A、コントロール C、コピーですね。ここでコピーでもいいんですけど、コピーして、えー、ここの、レイヤー3って書いてあるところに貼ります。そうすると、わかりますかね緑と背景の間に挟まって出てきます。はい。で、後部ささのドアの横ところに、まあ、こんな感じで、映ってればいいですかね。はい。こんな感じにしてみます。 で、えっ、ー、と、同じものを、えー、逆さまにしてみます。で逆さまにするときは、これを、よいしょ。ひっくり返します。3、8。か、こんなものでいいか。で、こうですね。すみません。本当は、もうちょっと正確にやるんですが、今日はちょっと適当にやってますが、こんな,こんな感じで貼ると、左右対称になります。 で、あと、まあ、ついでに、私のサイトのロゴを貼り付けてみることにします。間違えた。これをこうまた入れます。開きます。で、これも Ctrl A, C でコピーして、同じくレイヤーさんの、ここですね。こんな感じで貼って、で、もう一個コピーして、ひっくり返して、こんな感じ。はーい。 はい、すごい超適当ですね。で、えー、他に使えそうなロゴ、じゃあアセットコルサのロゴとかにしてみましょうか。アセットコルサのロゴをまたこれ開いて、えー、じゃあト、トランクの、ね、とこに貼ることにしましょうか。こんな感じで。いいですかね。はい。超簡単ですが、こんな感じになります。はい。 で、このまま保存します。えっ、ー、と、フォーマットはですね、pdn。これ、あの、paint.net のフォーマットですね。これで一旦保存、さっきのスキンズ竹用ですかね。作ったフォルダの中で一回保存します。そうすると、えっ、ー、とですね、ここに pdn ファイル1個できます。で、こっからボディファイルを作っていくんですけど、と、ちょっと今、今回はテストのために、この全レイヤーまとめて出力します。 そうすると、名前を付けて保存、選ぶと、えっ、ー、と、ここでですね、DD、わかりますかね、Direct Draw Surface, DDS っていうのが選べます。で今ボディ、WODDS、ここに灰色のがありますけど、これを上書きします。はい。で、こうすると、ここにですね、どういうふうに保存しますかっていうフォーマットが出てくるんですけど、注意しなきゃいけないのは、アセットコールサのスキンの場合ですね、 いっぱいあるうちのですね、この BC3 括弧線形 d x t 5って書いてあるこ、この設定を選んでください。これ以外は、えー、表示できなくなりますので、えー、ご注意ください。初期はね、確か違うのが設定されてるんですよ。で、一回これ設定して保存ってやると、次回から DDS で保存するときは、毎回この設定がデフォルトになるので、一回設定すれば。 迷うことはない,と思い,ます、はい。で、DDS で出力すると、今度画像を統合します。えっと、DDS はレイヤーという概念がないので、この3つあるレイヤーを全部統合しちゃっていいですかって聞かれるので、一旦統合します。はい。そうすると、DDS っていうファイルで保存されました。そうするとですね、ここも分かりますかね ?DDS ってなっています。で、あと、そっか、えっ、ー、と、 uiskin.json っていうファイルが同じフォルダにあると思うんですけど、これは、えっ、ー、と、スキンの名前が設定できるところです。今これ開いたんですけど、一番上にスキンネームってあって、これ今シルバー、コピー、シルバーをコピーしたんで、シルバーって書いてあるんですけど、竹用っていうフォルスキン名を作ったので、じゃあ、竹用えー、スキンネーム竹用っていうのを作って、保存して終了します。そうすると、わかりにくいな。これがいいか。 避けようっていうのを選んで、で、カスタムショールーム開いてもらうと、こんな感じになります。はい。さっきあの、どスキンと見比べながらやると分かりやすいですかね。はい。あ、そうか。天井にもなんか塗れば分かりやすかったかもしれませんが、こうやって左のドアと右のドアにロゴと私の顔、あと、 え、トランクにアセットコールさんのロゴを貼ったんですけれども、で、全体的に前がピンクで後ろが青ですね。のグラデーションにしました。というのが、これを見ていただくとわかるかな前の方からこういう風にグラデーションしていて、ですね。で、後ろに、わかりますかねここにアセットコールさんのロゴがくっついていて、左側に、このライウ、絵ですね。で、右側も、こんな感じですね。 右側にも書かれている状態になるということです。で、この緑の線、も今、えー、画像ファイルの中に一緒に出力しちゃったんで、えー、とこうやって今見ると、はい、こういう緑の線も一緒に、はい、出力されちゃってますと。でもこれで、えーと、どこに何が張り付いているかの目安がこれと比べながら見たときにですね、わかりやすいので、まずはこうやって見ながら絵を配置して、うまく,うまくこのバランスが取れているかどうかを確認しながら やるといいと思います。で、最後に、あ、じゃこれでいいなってなったらですね、えー、もう一回閉じて、ボディ DD ですね。さっきの PDN ファイルを開いて、一番上のレイヤー、これ貼り付けていった緑色の線のレイヤーを非表示にします。こうですね。そうすると、えっ、ー、と、この後ろの、なんだ、グラデーションの本体のカラーと貼り付けたロゴだけが残ります。 で、この状態でさっきと同じように、えー、DDS ファイルの body.dds っていう形で出力します。はい。保存します。で、統合します。そうすると、こうですね。緑の線が消えましたと。で、この状態でさっきの、えー、カスタムショールームで見るとですね。あ、こんな感じですね。緑の線が消えて、えっ、ー、と、グラデーションの色とか、こういう 絵ととかかかががり付いていいてるるのが分かるかなと思いますで、あとは、えーと、自分の好きなですね、えー、キャラクターとか、えー、色、デザイン、ロゴ、えー、その他ものものを好きな場所に配置してみて、うまく表示されるかをこう確認しながらあ作っていって、最後これで OK ってなったら、さっきの緑色のマッピングですね、えー、UV マップの、えー、あいろいろ線が書いてあったあのレイヤーだけ、 非表示または削除して、統合すると、このように綺麗な画像が出来上がるようになります。で、ちなみにですね、えっ、ー、と、これを使って、私の場合は、えー、っとですね、この、撮影用にはこれを使っているので、例えばこういうのに表示してですね、で、カメラで一番左上の このクノスっていうのを選ぶと、えっ、ー、と、サンプル用の画像ができます。サンプル用って言ってるのは、ここに表示される、ここに表示される画像のことです。はい。で、この大きさにして、で、えっ、ー、と、カメラ撮ります。はい。で、このフォルダを押すと、アセットコルサの、えっ、ー、と、スクリーンという画面が出てきます。で、その中で、えー 日付順に並べ直すと一番上にね、これが出てきますので、今撮った画像ですね。が出てきます。で、えー、っと、この撮った画像を、p r e v i j p g っていう名前に変換して、えー、っと、元あったスキンの竹用フォルダーに移動させます。はい。そうすると、絵が変わりますね。 そうすると、ここの絵が、はい、変わったかなと思います。で、あと、ここの竹葉って書いてあるのの左側のこの灰色は、この、リバリー PNG っていう、この部分になるので、これを開いて、これもですね、本当に、まあ、どこまでこだわるかなんですけど、えっ、ー、と、例えば、この辺のやつを適当にですね、コピーして、貼る。 キャンパスの維持サイズってやると、はみ出して表示されるので、適当にサイズ合わせる。ちょっと小さすぎるかな。私の顔だけにしようか。無理か。ちょっとうまくいかなくなっちゃいました。まあこんな感じで、はい。貼って保存しておきます。ですね。そうすると、 えー、これですね。ここのアイコンが、スキンのほうが分かりやすいか。アイコンが変わって、これもこんな感じになるということで、えー、車が出来上がります。で、最後に、えっ、ー、と、まあ、この PDN ファイル、このまま置いといてもいいですし、いらなければ別の場所に移動するというふうにすることで、えー、保存あの。必要なファイルなんですね。それだけに。あと、これ、あれか。この緑色の。 マッピングのデータもいらなくなるので、2つ消しても大丈夫です。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。サクッと進めちゃいましたけど、分かりましたですかね。試しに。この間作ったラー反応の、もうラー反応っぽいサーキットとちょっと試しに走ってみますか。ですね。 はい。どうでしょうキラキラですよ。あ <laughs>、これはこれで、まあ、いい、ありかな。うん。ちょっと、あの、ナンバープレートでアセットコルスのロゴが隠れてしまいましたが、はい、こんな感じで綺麗にマッピング、ラッピングすることができました。走ってみたいと思います。えー、こんな感じですね。はい。 いいですねいい感じで作れたと思います、はい。ということで今回はここまでにしたいと思います。えー、見てくださってありがとうございます。またあの作り方ね参考にしていただければと思いますし分かんないとこなとかありましたらまた、えー、コメントとかでいただけたらあまたお答えしたいかなと思います。はいじゃあ以上にしたいと思います。 またね。